What new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. But now, what's ahead of us? はい、始まりました。チェストナッツのチェスト。<coughs> 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、チェストナッツです、えー。こちらの番組はですね、チェストナッツのチェストということで、私、チェストナッツと、まあ、場所、人、事物という、 風に、まあ、私とまるという、まあ、掛け合いを楽しむ企画にできたらなと思っています、えー。最初に2つ注意しておきたいことがあるんですが、1つは、まあ、この動画1本で1つのコンテンツではなくてですね、えー、1つの再生リストで1つ分のコンテンツとなっております。もしこの動画を単体で開いてしまったよという方がいらっしゃいましたら、説明欄に再生リストの url を載っけておきますのでそちらから再生リストを丸ごと楽しんでいただけたらなと思います、えー、注意点の二つ目として、えー、この番組中に音楽を数曲 <laughs> 紹介させていただきたいと思います、えー、こちらの曲がですね YouTube に公式に上げられている音楽を私が勝手に再生リストに入れ込んでいる形になります。公式の動画が消されるなどによってうまく再生されないことがあるかもしれません。あらかじめご了承願います。注意点は以上になります。それではチェストナッツのチェスト始まります。<laughs> 失礼しました。ということで始まりました。チェストナッツのチェスト。本当はこの始まりますの後になんか、なんて言うんですかね。 出林じゃないですけどちょっと音楽かけられたらなって思ってるんですけどそちらは制作段階と言いますかまあちょっとまだ <laughs> 準備はできていない状態ですすいません <laughs> まあ <laughs> 番組が私とまるという、まあ、掛け合いを楽しむという点で点でうん、まあ、掛け合いを楽しむというところで先週は私の中学時代かの中学からの友人の 翔くんと一緒に収録をしたんですけれども、第2回にして早速、私、一人での収録となっております。はい。やっぱり一人だとやりづらいですよね。あのー、なんていうんですか、言葉のキャッチボールと言いますか、本当に一人で部屋で淡々と撮っているだけなので、大きな一人ごとみたいな感じになっちゃうんですけれども、まあ、一人だからこそ、みたいなところの、 企画ができたらなと今は考えております今日は自己紹介の回にしたいかなって個人的には思っていますただまあテーマはあってチェストナッツと音楽みたいなテーマで話していけたらなと思います、まあ、自己紹介ということで私のこうなんか知ってもらう回っていうことで、まあ、好きなものを なんが音楽みたいななところなんですけどほ他に,は他にももっといっぱいあって、まあ、映像が好きだったりだとかあとは旅行が好きだったりとかいろいろあるんですけれどもまあラジオコンテンツとなんか信用性が高いといいますかっていうところで、まあ、音楽のこととについいてて話したいなと思っております、まあ、今日1曲目に紹介したいなって思っているのが私が一番好きな洋楽になるんですけれども。 まあ、そもそもそんなに洋楽を聞くようになって何て言うんですかね長いわけじゃないんですけど好きな洋楽っていうことで自分の中では割と何て言うんですかね場合分けされていてなんか歌詞に浸りたいなみたいなちょ例えばしみじみとしたいなとかなんかちょっと 恋愛の曲ととかかきたいなとか、まあ、歌詞に歌詞に注視して聴きたいなって思った時は割と邦楽を聴きがちでちょっとテンション上げたいなとか <laughs> まちょゆったりゆったりしたいなっていう時でもその何て言うんですかね音楽のノリで、まあ、気持ちをコントロールしたいなみたいな時は割と洋楽 になるんですよね、まあ、ただ自分があの英語が理解できてないっていうところでそうなりがちなところもあるとは思ってるんですけれどもで今回紹介したいなと思ってる曲はそのまあノリもいいっていうところなんですけど歌詞も本当に好き好きで、まあ、割と簡単な英語しか使われてないのかな。 多分全然あの初めてこの曲知って歌詞をちょろって分かってでその後なんか全部の歌詞を知りたいなって自分で思ってその後は普通に調べたんですけどなんか調べてあやっぱりいい曲だなみたいな <laughs> って思った記憶がありますね。それまではずっと その私の世代だと「ラット」とか「ワンオク」とかがすごい人気だった時代自分が中学生の時とかはそういう時代だったのでもうなんかみんなが聴いてる曲をずっと聴いてたような人だったんですけどたまたまなんだろうなあれはバスその学校に行くためのバスの中でずっとラジオが流れててそこでよく洋楽を耳にするようになって。 っかから洋楽を聞き始めるようになったんですかねちょうど自分が中学生とか高校生で洋楽を聴き始めた頃とかが LMFAO の, L M o の <laughs> パーティーロックアンセムとかが流行った時代でそのちょっと後にサイの何でしたっけあれカンナムスタイルとかが流行って <laughs> なんか周りの人たちも、まあ、学年が上がるにつれてというんですかね その洋楽を聴くようになってみたいなところはありましたけどまあこんなにこの一曲の説明を伸ばしても仕方ないかもしれないんでまあ曲紹介いっちゃいましょう、えー、私が洋楽の中で今今多分これからもずっとなのかはとは思ってるんですけど洋楽の中で一番好きな曲です えー、ブルーノ・マーズさんで、just the way you are ちょっと噛みましたね、just the way you are どうぞ。